ガオちゃんの西成チャンネル、どうも西成くすみます芸人ガオちゃんです。ギャオ朝一、大阪から六本木の方まで来まして、ちょっとギャグ3兄弟でちょっとあの番組の収録に来てます。お願いします。じゃ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 ん、久々にうまくんがこんにちは。嬉しいです、出演させていただけて。いやいや、あの方言最初なんか作ってそうそう、もともと一緒に歌作ったもんな、はい、ここで再会して、はい、今日出て東京でこういう風に共演できるなんて、ちょっとでもまさか馬ちゃんがおると。まあ馬ちゃんというかもうトニーフランクないけどね。どうも、あ、ガオちゃんです。あ、どうも、島井さんです。島井さんです。島井さん、あの西成チャンネルっていう、あ、やばいやつ、やばい、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、あ、おはようございます。あ、すみません、西成チャンネルと言います。やつまりです。お願いします。いや最高ですね。あのタグさんの、あ、いろいろタグの話はなしで、はい、タグの話なしで、あ、よろしくお願いします。タグによろしくお願いします。はい、いや言うてますけども、いや言うてますけども、はい、いや六本木もなかなか切ないですな。やっぱなと、はい、切ない。収録ありまして頑張りたいと思います。終わったらちょっと時間あるんでラーメンなんか食いたいな。終わりました。なんか結構いい感じで、あの初めて仕上がったちゃんとしたやつできましたね。辻さん、アイオンヘッドの辻さんも、そうそう、優勝できたらまた何かあるみたいですけど、まあそれは分かりませんので、はい、どうなんでしょうか、はい、まあ行けたらラッキー、はい、終わったら、六本木かどっかでラーメン、ラーメンからの風呂行けたら行きたい。楽しみですね、はい、まあまあちょっと、はい、西成チャンネル、お疲れ様です。楽しかったですね。楽しかったです、はい、すごい、はい、次のイベントで行けるやつになりました。選ばれました。選ばれた、はい、よかったです。よかった、また来れそうですね。東京の方、はい、パワーアップしてましたね。馬ちゃんというかトニーフランクですけど、久しぶりに見れた。やっぱ名前変えただけあって暴れ具合が増してましたね。なんかやらない後悔よりやる後悔っていう。いや、よかった、最高でした。でまあまあちょっと六本木なんですけども、うん、軽くちょっと心遊ばせて帰ろうかなって思います、はい、ちょっとみんなで飯でもかましますか。なんか六本木とは思われへんね、これのどかですわ。六本木なんだもんね、僕、うん、ね、あの変な歩き方なだけやった。どっちなの走ってはないでも。あれ、これはこれは肉離れしてるから遅い。そうだ、肉離れしてんの。めっちゃさや、いや六本木のヤバいやつやないか。六本木のヤバいちゃうよ。六本木のヤバいやつは俺どっちにしてるなぁ。今ちょっと痩せてるで。そうなん、そうなん、ちょっと写真で見てみて。東京やったけどアットホームやったね。辻井さんおったし、辻井さん一人いるだけでアンダーアットホームやるんだった。そうね。で、コットンもね、あの最高やった。すごいでした。おもろい番組でしたね。六本木やね。ちょっとせっかくなんで浅草行くことにしました。これはじゃあすげえ浅草来ました。ほらどう、西成と。いや浅草やね。いや西成ないよこんな。ないの。なんか駅綺麗やね浅草。ありがとうございます。いや浅草ね、綺麗な方。ちょっと浅草寺ね、拝みたいですね。これ初めて行くか、初めて行く。あ、なんかあれここの階段軽いぞ。なんで軽いんや。ああ、関取が押してくれたんかい。人力車とかあんねや。うわ、人力車あるやん、めっちゃ。あれ、国技館シャワー、朝日うんこビル、うんこビル、すごいな。あれ、キントーンじゃない。そう、あ、スカイツリー、スカイツリーも地味に見えてる。最高やんか。いや、なんかあれやね、ちょっと京都っぽい。うん、ありますね。あ、ここ雷門、ここ雷門や。うわ、出た、こんなとこにあんねや。出た、雷門。初めて見ました。どう雷も。すごいな。すごいね。なんか嬉しいな、うん。いつも見るやつがこんなとこで見れるなんて。そうまあ、こういうことですな。お前と会った中見せのクジラしかないクジラ屋で。クジラ屋行こうよ。クジラ屋で。クジラ屋なんか入られへんのじゃん。すごいさ、あれが浅草やね。あ、そうなんや。いや、これは気持ち高まりますな。すげえ、でかい。すげえ、中見せや。これが中見せなんや。俺、中見せってなんか知らんかったわ。中見せやん。もう中見せでええやん。もう中見せでええやん。めっちゃええやんか。わ、忍者おる。うずまさから来てます。いや、ちょっとね、食堂。わぁ、いいね。ほら、見てください、ほら。あ、もう UFO も飛んでますね。いちごビールやって。何やそれ。
ほんまや。いちごビール、いちごハイボール。園芸館。あるあるある。なんだっけ、東洋。あれはどこなの？この辺。この辺やで。浅草東洋館。のこれで芸人さんのこういうね、サッカーチームがある競技場の駅にこう旗があるみたいな感じで、芸人さんの花園とこんな感じだね。うん、すごい芸人の街なんよね。クジラの店、これがクジラや。これクジラや、これクジラやな。その芸を食って芸を磨けて、そういう芸とかかってんのや、うん、ちっちゃいね、クジラ。今日定休日、今日定休日や。今日定休日なんや。それも逆に言えない。すごいな。んなわけない。クジラ、クジラ見つけました。こちらが、落語家さんとかも来る水口という食事屋さんでございます。洋食って感じですな。できまーす。西成チャンネル。めちゃめちゃええ感じです。これ結局どうしようかな。これも定食あるのか。フライで定食。フライ。ミックスフライの。ナポリタン的なも気になるし。ナポリタンまあそうなんですよね。どっちかってきたの。うまい。うまい。うまいな。うわこの感じいいね。うめえ。うわ家の家の感じやね。食ってみて。絶対。これチキンソテー。すげえ。めっちゃうまい。ナポリタン。うんうん。チキンソテー。うん。この酸味がいいわ。うまっ、うまいな。この酸味と甘みと麺の、麺もしっかりやね。肉じゃがと最高ですね、ここ。いやー、水口食堂、めっちゃ良かったですね。うまかった。激うま。アジフライめっちゃうまかった。アジフライうまかったし、肉じゃがもうまかった。あの、ソティ美味しかったね。ソティうまかったね。ソティ。ソティ。チキンソティがうまかったね。ソティやで。大当たりでしたね。そうですか。ナポリカンうまくいった。ナポリカンも。いや、これいいですね。全部。浅草、ここ水口は。これ、いや、いいですね。最高です。いいとこ。ええとこ行けました。浅草来たらここですな。ほんまによかった。出ました。東横？あ、違うわ。東洋館。東洋館。あ、出ました。東洋館ですね、これ。わ、しかも人力車とか走ってて趣深いね。さあ、東洋館でーす。思うこと言って使い慣れましょう。ちょっと見えにくいんですが、正面にスカイツリーが見えてまして、このままちょっと歩いて大黒湯という、銭湯を行って帰りたいと思っております。わ、浅草渋いね。元町の昔の感じやな。元町あんま行ったことない。元町とそろそろお別れです。そこいたとこで飲んだことあるな、これ。そのままですね。うわ、これ趣深いな。ガゼロって趣深いとか言うな、これ。あ、葛飾 SC や。知ってんの？フランクさん、フランクさん、また会いましょう。バイバーイ。何してんの？帰り際もかかってんの？帰り際にかかんの？分かるやろ。さあ、すごいですね。スカイツリーと運行と、黄金のビルと、そして隅田川でございます。いや、こりゃいいね。幻想的。外国みたいじゃん。あ、こうやってみたいな。なんかマカオとか、あ、シンガポールとかの感じじゃん。そうそうそう、なんかマカオとか。右も右でいいね。向こうの夕焼けの感じもたまらんね、これ。夕焼けあっちなのかな、もう分からんけど。あの丸いとこレーザーですもん。何回見てもええな。スカイツリー。なあ、スカイツリーとアルマゲドンは何回見てもいい。すげえ。これ箸落ちた記念のあれがあります。そ、ほんまに？うん。落箸記念碑。落橋じゃない。うん。落ちたんや。うん、え、ほんまに？ほんまそう。何で落ちたんや。地震やって。へえ。あ、ちゃうわ。え、ちゃうか。お前ずっと突どうする。わからん、なんかで。なんかで。さ、煙突見えてます。出ました、大黒湯さん。うわ、渋いね。コインランドリーあって、ここも。あー、なるほど、このスタイル。うわ、めっちゃいいやんか。はー。うわ、ちょっとなんかコラボしてるやん、のれん。スカイツリーも見えて。これなかなかおつやね、大黒湯。西成チャンネル。気持ちよかったです。最高でございました。大黒湯さんでございました。ほんまにここスカイツリーがあるように、まあお風呂がこうありまして、炭酸風呂あって、露天風呂あって、サウナはね、こう天井側にストーブがついてる感じの、ちょっと珍しいサウナでしたね。上にストーブついてたね。大記憶のとこにスカイツリーがな、バーンってど真ん中に見えて、あれ良かったですね。はい、
東京の銭湯でちょっとアニメを結構ねこう押してる感じのちょっと萌え系の人形も風呂の中入ってたから、ね、入ってたな、風呂の中に使ってた、ね、あ、人形、うん、なんか人形入ってた、人形のパネルが、ね、パネルちゃんのパネルが使ってるみたいな状態なんですよね。まあ良かったです。でこれ今日は奇数やったんですけど、偶数の方の時は結構でかい風呂あるってことで、こう奇数と偶数でも変わって楽しめるということで、ちょっとよう流行ってますね。なんか活気ありましたね。ちょっと歩いて駅まで行って帰ります。今日はもうね、めちゃくちゃええとこ行かしてもらって、久々に同期とも会えて、ブラブーブラブーです、ブラブーあのブラとボーを分けんねん、ブラブー。これ乗って帰りたいと思います。これ6、ではでは、また後ほど。西成、西成、西成チャンネル。